おはようございます。本日は9月27日。ここは千葉県大原駅です。さっきまで乗ってきた暴走209を見送りましょう。その間に、今日は何をするかについて、話してもらえますか？今日はいすみ鉄道に乗ってきたという動画です。いすみ鉄道って何？ここ、大原駅から上総中野駅を結ぶ、ちょっとしたローカル線です。どっちも千葉県。いすみ鉄道は千葉県内完結ですよ。房総半島を半分ほど横断する感じの経路です。半分だけ横断しても帰れないんじゃ。上総中野駅で小湊鉄道に乗り換えられるのでご安心ください。これがこれから乗る車両です。黄色の車両ですね。菜の花をモチーフにしたのでしょうか。緑のラインもいいアクセントになってますね。なんか味がある車両。ガラガラというエンジン音、数を減らしつつある方向膜、それらみな味がありますね。あ、赤いランプが。折り返しの準備が進んでますね。幕回しが終わり、大滝という幕が、大滝駅で上総中野駅に乗り換えられます。なんか面白いヘッドマークですね。勝浦市のゆるキャラ、カッピーだそうです。カツオ。あたり、勝浦の特産品がカツオだからカツオのゆるキャラなんです。車内はこんな感じでボックスシート。余裕がありますね。木目調の室内と青色のボックスシート。良い雰囲気ですね。小さいですが、テーブルもちゃんとついています。ペットボトルとか、ちっちゃなお弁当とかなら置けそうですね。あまり大きくはないけど、使い勝手は悪くなさそう。ん？切符？やけに大きい切符。房総横断乗車券です。いすみ鉄道と小湊鉄道を使って房総半島を横断できますよ。いすみ鉄道と小湊鉄道を使う場合にのみ適用されるのがこの切符です。JR 線は使えません。JR の方が早いの？もちろん。しかも JR の方が安いですよ。その他にも、経路を戻って乗車するのは不可という縛りがあります。これも重要です。もうすぐ発車するそうです。いよいよ横断が始まる。これからローカルな旅が始まると思うと緊張しますね。大原発車。次は西大原です。一瞬だけ JR 外房線と並走しますが、この後すぐ外房線と分かれて別々の道を歩みます。でも終点まで行ったら、また JR 線と、合流するのは内房線ですからね。なるほど。それにしても、ディーゼルの音がすごいですね。機動車の音を轟かせるローカル鉄道、それがいすみ鉄道なんです。菜の花も有名ですが、鉄道ファンからしてみればこの機動車の音がたまらないみたいですね。ちょっと前にも言いましたが、この列車は途中の大滝駅が終点です。大滝で乗り換えでしたっけ？そうですね、大滝駅で上総中野駅に乗り換えです。でも、乗り換え駅では結構時間なさそう。安心してください。むしろ16分も待つので、まず何やらないということはないはずです。でも夜メロンのことだから、大滝駅は土合駅みたいなヤバい駅ではないのでご安心ください。さて、駅を発車してからまだ全然時間が経ってないのですが、もうすでにローカルな雰囲気に飲み込まれましたよ。まだ発車してから1分くらいしか経ってませんよね。でも、趣深い。大原を出て一つ目の駅、西大原を発車。依然としてローカルですね。むしろこれからどんどん山の中に入ってローカルになっていくのみですよ。ずっと期待。広告欄には御宿町と勝浦市の PR っぽいものが掲示されていました。私鉄のローカル線だからこそできることですね。地域に貢献。勝浦市はという字を3つ並べて良さを表してますね。素敵なキャッチフレーズですね。綺麗な車窓が広がっているとなんかお弁当みたいなのが欲しくなりますよね。そうですね。それで、買ったんですね。大原駅で買ったおにぎりです。左側が鮭、右側がおかかですね。美味しそう。それでは、いただいちゃいましょう。なんか可愛いですね。小さいテーブルの上におにぎりが2個。ひとまずは鮭おにぎりから。ディーゼルの音の中で食べるおにぎり。そう。夜メロン曰く、美味しい。これぞローカルでローカルしてるわ。だそうです。悲しくなるくらい食レポが下手だってことだけ伝わりました。続いておかか。マガンも一緒に持ってる。手が汚れないためでしょうかね。気になる味はどうなんでしょうね。夜メロン曰く、米の味が生きている。さすがいすみ米の新米を使用しているだけある。ほんのり甘く、また香り高く、買ってよかったと思える味である。だそうです。さてと食レポの質が違いすぎる。そしておかかおにぎりに夢中になっている間に上総東駅に着いてました。まだ先は長そうですね。国吉駅前にはキハ30という車両が誘致されていました。
あ、白いのじゃなくて奥の赤いやつです。変わった見た目してますね。あまり見ることのない外釣り扉が採用されているのが印象的ですね。別名がついてる。これもしかしてチューニング。ところでこのボックスシート、本当にピカピカなのか、ちょっと気になりますよね。これはちょっと、気になる。では確かめてみましょう。モフモフですか？極めてモフモフ。とまではいきません。ですが、乗ってて普通にはならないと思います。これなら良かった。この青色モケットも、国鉄115系を思い出させるのでちょっと好きです。意外にも電波は良好です。ローカルなところを走っているのに意外ですね。いやはや、これならストレスを溜めることなくツイッターができるというわけでござ。走行しているうちにもう間もなく終点の大滝に到着です。次の駅でもっと先に行く列車に乗り換えられるんでしたね。ちょっと待ち時間はありますけど、そうですね。ホームに降りて待ってくださいね、という案内がされました。あっという間に大滝駅に着いちゃいましたね。次の列車を待っている間、大滝駅で撮影タイムといたしましょうか。ちなみにこれが先ほどまで乗ってきた列車です。黄色も、古めかしさのある駅名号。白黒だし、本当の懐かしさがありますね。味がありますよね、こういうの。さっきまで乗ってきた列車は回送列車になりました。タクシー君が車庫に入っちゃいますね。これってマジレスしていいやつですか？大滝駅前にはいくつか、使われているかもわからない車両が誘致されていますね。またこれもありもある車両が。なんか忍者がひざまずいてました。他の線の抜く部分になんか書いてありますね。どれどれ。触らないぜ。触らないぜ。そうですね。これなんかバスみたいですけど、これもいすみ鉄道の車両です。これも電車なの。いすみ200アポストロフィー型という、機動車です。アポストロフィー。独特な顔出し看板ですね。なんかちょっと可愛さすら覚えますね。いろいろ撮影していたら上総中の駅になる車両が来ました。あれ、これおまぎ車両や。よく見てください。ヘッドマークが違うゆるキャラになってますよ。あ、ほんとだ。カッピーくんじゃないですね。ではこれに乗って上総中のまで行こうと思います。というわけで、いよいよ上総中の駅へ向けてラストスタートです。ここからますます面白い区間になりそうですね。市長っぽい雰囲気がどんどんでこう。ここまでも面白い区間でしたが、その面白い区間はまだまだ続きますよ。まああと20分くらいですけど。あらま、もうちょっと楽しみたい。ですがご安心ください。いよいよ昼の通販番組みたいなノリになりましたね。この後乗り換える小湊鉄道もいすみ鉄道に負けない面白いローカル線ですよ。それは結構、期待。さてさて、肝心の車高ですが、かなり山的なローカル色が強いです。海のイメージが強い県とは思えませんね。綺麗な風景。そして私という綺麗な心のも夜メロン曰く、車両の端っこの一段盛り上がってる、この部分がお気に入りだそうです。お気に入りなのはわかったから挟みすぎないで。窓、開けられます。110系などは窓が開けられなかったので、これは嬉しいポイントですね。自然の風を浴びることができますね。良い車窓ですね。赤に一面、黄色い。こんな美味しげっぷりとまるで非日常感に包まれてしまったかのようですね。でもまたピカピカのりも中に家があるから。あ、それはすみません。まあまあ、この地晴らしから見て感じも仲いいですよね。列車は西畑駅に到着。ムーミン。そういや、いすみ鉄道って昔、ムーミン列車なるものが走っていたそうですね。今はありませんけど。さて、いよいよ次が終点です。あっという間。名残惜しいですね。さて、ここに来て電波が危うくなってきました。今にも途切れそう。これじゃあネットサーフィンもできなさそうですね。ネット繋がらない問題も一種の醍醐味といえばそれまでですけどね。なるほど、そう受け取るのもいいかもしれませんね。およそ3分ほど列車を走らせ上総中野に到着。良い雰囲気でしたね。乗り換え時間は4分ありますが、あれこれ撮ってると時間なくなっちゃいますね。時間管理、大切。本日はいすみ鉄道に乗ったという動画でした。個性豊かな路線だった。次の動画では小湊鉄道に乗りますのでお楽しみに。では。